プーチンさんも、なんか、80歳ぐらいまでずっと大統領できるように憲法を変えちゃったりしますけど、ほんで、中国の習近平さんも、なんか長くできるように変えちゃったじゃないですか、ルールを。ルール変えちゃった人って、なんか、歴史的に今までの人ができなかったことをやらなければならないと思い込んで、やりがちですよね。 その、ウクライナを取ってみようとか、中国の場合であれば、じゃあ台湾を取ってみようだったりっていう、うん、大きな歴史的問題を時代で解決しちゃうぜ。だから俺の任期は無限にするぜっていうので、らそか、ロシアと中国のすげえ共通してる感じが、なんか人間ってそういうもんなのっていう気がしちゃうんですけど。っていうのはそういうもんなんだ。つまり、それが権威主義国家っていうのの、権威主義っていうのは、こあの国際政治学の用語で、我々が言うところの権威主義者、 ってていいいうううよよなな意味合いじゃなくてもう独裁に近いんですよあの国際政治でいうとこ学でいうところの権威主義っていうのは。で、権威主義の頂点に立った人っていうのはやっぱりそういうふうに考えてしまう。つまりそれはね、目的と、ね、手段がね、どんどん混同していくわけ。本当はが長いこう政権で長期間の政権を維持したいということと、でそのためには、 かつての半島をこう取り戻すんだみたいな帝国になることを望むんだっていうようなそういうこのものがだんだんこう手段が目的化に目的が手段化していくっていうそういうところがあると思いますね。